始球式を行うということで、そして日本初のベースボールの神木君も今日は今シーズン初登板、今日が誕生日ということです。まあ、石原さとみさんは今日からフジテレビで始まります花嫁とパパの主演でございまして、このドラマの中でもキャッチボールをするようなシーンがあるということなんですが、ブラウン監督と今日は試合前にキャッチボールをしたりということでした。さてお二方どういうボールを投げるかちょっと楽しみなところでありますね。どうコメントしていいか分からなくなっちゃったんですけど今のは何だったんですか。まあね、さあ大きな拍手に迎えられました。そしてベースボールドッグの辰川さん、このミッキーが来ますとね、広島市民球場随分和みますよね、やっぱりね。あ、そうですね、はい、よく訓練されてますね。ねえ、このミッキーも今シーズンこれが初登場、そして今日が誕生日なんです、ミッキーです。このミッキーにはマイクもついてましたね。ミッキーからボールが石原さとみさんに届けられました。さあどういうボールを投げるんでしょうか。届きましたね、加藤さんね。まだコメントできない。いやいやいや